はい、では続きをやっていきます。どこ行くのかな。前回のあれだと廊下で 2B に会うんだよね。先に司令部に来ちゃったらダメかな。あれ、あ、司令話しかけてみようか。お前たち任務はどうした。目的地のデータは送ってあるだろ。はーい。まあ何やせ一人しかいないんですけど、オペコさんの、あの、なんだっけ、オペコさん。シックスオー。シックスオーにちょっと挨拶しよう。ショートカットしようとして失敗しているんだよね。ここ階段、階段。階段、階段。シックスオー。あれ、シックスオーってこっちじゃなかったっけ？あれ、シックスオーが。あれあれあれれれあれれれれ、まだシックスオーがいないんだっけ。あ、いたいたいた。お疲れ様です。調子はどうですか。綺麗な花とか大きな木とか可愛い動物とかいいですよね。地上に憧れている女の子だなね。よし、じゃあ 2B に会いに行こう。メールを受信しました。イベント起きてからでいいかな。あ、ちょっと待って、進んじゃうかもしんないからメールを見よう。アクセスポイント、ゲームセンター。あ、何それ。端末内にゲームセンターがオープンしました。これまでにクリアしたハッキングゲームをプレイできます。あー、なるほどね。はいはい、メールボックス。2B 用と 9S 用があるのか。 2B 用を覗いちゃおう。サーバー管理者、ハッキングライブラリーのお知らせ、これまでの夜ハブ隊員の戦闘データをもとにハッキングライブラリーを用意しました。一度でも体験したことのあるハッキングはこちらで再体験することが可能です。未体験のものは安全性を考慮して除外しています。バンカー内サーバールームに用意しましたので、興味のある方は遊んでみてください。サーバー担当者より。これ同じメールが来てるんだろうな、きっと。2B も 9S も。そうだね。サーバー容量について。あー、はい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 。だ、2人に共通したメールは2人に来ていたっていう感じなんだ。これはもう、お、チキスオーが個人的に送ってきたメールってことで。なるほどね。失礼します。あ、もう始めてるみたいですね。ハッキングするのか。え、丸押したら俺も眠れるとか言ってさすがに添い寝はできないか。休憩しますか。え、してみようよ。あー、添い寝だー。はいはいいいなー、 9S お前。よし、ハッキング。 2B さん、聞こえますか。起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。ん？
右の画面が見えるようにだけ調整してください。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはそのまま明度の調整お願いします。右側の模様だけが見えるように調整してください。はい、長押しスキップでいいかな。これ一回やったやつだよね。じゃあ飛ばします。トゥビーさん、この値で大丈夫ですか？了解です。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。それでは次は音声認識の設定です。音声認識の設定がミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の声が聞こえるようにしてください。トゥビーさん、聞こえますか？9S の恥ずかしタイム、もしもし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願いします。あの恥ずかしいので早くしてもらえますか？はい、トゥビーさん、聞こえますか？もしもし、聞こえるように、これで問題ありませんか？はい、大丈夫。 9S の声ってなんか安心する。ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。なんだ勝手に心拍数が上昇してる。なんだこれ、俺正常値に戻った。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください、すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので トゥビー さんが設定してくださいね。うん、 OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。設定が終わったらこの画面を終了してください。はい、あれ、なんか全部戻っちゃった。音声が、あれ、動かない。あれ、戻っちゃった。おはようございます。9S、 司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。はいはい、心配はいりませんよ。僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。 9S、 何でしょう？継承はいらない。え？私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥビーさん、あ、いや、トゥビー。ふんふん、トゥビーはこの時寂しかったんだろうね。ちょっと申し訳ない。システムの方ちょっといじりますね。前回プレイした時も思ったんですが、時々ね、BGM が、このいい BGM がね、大きくなっちゃって、音声と被っちゃう時がたまにあるんで、ちょっと低めにね、しておきます。SE も大きめで、SE ちょっと下げようか。で、ボイス。やっぱ声がね、聞こえるのがいいと思うんで、これでいきたいと思います。はい。
でもね、こうするとすごくね、音が小さく聞こえるんだけど、まあ今はね、メニュー画面開いてるからっていうのもあるんだけどね。はい、じゃあ継続していきましょう。じゃあ司令部の方へね、行きましょう。あ、またメール来た。データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。メール見まーす。じゃあ 9S テストメール。本メールはメールアカウントの確認用のメールです。メールシステムに問題がある部隊員は速やかに担当まで連絡するように。はいはい。さあ、この辺は一回行ってるからな。サクサク行こうか。セリフ変わるのかな。こっちは順調だ。あ、特に気づかれてる様子は。なんだお前、あっちに行け。この人も結局なんだか分からなかったね。分かるかな。分かるようになるのかな。ああ、 2B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のヨルハ部隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。はい、じゃあ行きましょう。大筋は変わらないんだよね。そんな感じだね。でもね、そう思ってね、地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。この先が格納庫ですね。行きましょう。それで油断して飛ばしたりするとさ、このルートでしか出てこないような会話が抜けちゃったりしちゃったりするかもしれないんだよな。それが心配だよね。この機体かっこいいよね。でもどうして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。はーい。2B が追従してくる。 2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。クールタイムがあるんだね。まあそりゃそうか。ほい。力押しです。ゴリ押しだ。バンカーより 2B さんへ飛行ユニットの降下地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。相変わらず 6O の声も可愛いね。かっけー。乗ってみたいな。
空中での自動待機モードなんだろうかって前回も言ったけどね。あ、ハッキング、武器の入手、不死鳥の体験。マジか。え、ちょっと待って。この武器はさ、さすがに 2B とは分けられないんだよな。不死鳥の体験。不死鳥の羽で作られたとされる体験。ああ、ほんとだ。羽のデザインがある。あ、武器セットはさ、あ、入れてないのか。あ、持てないのか。黒の制約。あ、なるほどね。そうか、そうか。あの、機体も黒だから、そういう感じなのかな。ね。これでこっちの武器とかに持ち替えられるんであれば、もう持ち替えられるんだ。だ、いきなり強くなっちゃうんだね。小型犬、制約でいこうか。ね。あ、一応武器セットその2に、念のため、強いのを入れておこうか。白を入れとこうか。よいしょ。さてさて、目標地点を確認。マップにマーク、推奨目標地点への移動。これも、あ、あ、こんなとこあったっけ？ここ行ったら一気に降りられるんじゃない？あ、ダメ、壊れるな。壊れるな。途中、ハッキングする箱はなかったと記憶しておりますが、ノーマルの箱が1個あったかなーっていうぐらい。この後ろかな？違った。これに似た場所だったと思うけどね。これで1階までたどり着いた。はい、 OK。 よし、そうかそうか。じゃあこれによって今まで開けられなかった箱が開けられるようになったということなので、すぐ近場にあった、車の横にあったやつ開けてみようか。あ、これもさ、端末ってさ、開けていかなきゃいけないのかな。大丈夫だ、開いてるね。あ、しかも動物までいる。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。あ、だだだだ、ぼーっとしてた。はい、上げていく。廃墟都市、自動車に挟まっていた紙。え、アーカイブ。これは旧世界の情報だな。なるほど、ちょっと見てみようか。アーカイブ、旧世界の情報。自動車に挟まっていた紙、交通違反告知書、免許証保管証。平成25年だって。7月21日後。舞浜警察署、司法巡査、佐藤健一。斉藤洋介さんの名前が出てる。速度超過 30km、35km 未満。起きて、あ、これあれね、砂漠で拾ったやつね。
起きて009-0309、誕生日の料理の具材を親が買ってはいけない。あー、なるほど、うん、我々仮面の人は伝統的に子供を大切にする傾向がある。しかし子供の誕生日会のために両親が大量の食材を買い込み、結果として無駄にしてしまうことが続いたため、王はその無駄を憂い、この掟が作られた。憂いちゃったか。参ったな。この開けられない箱の所在、俺全部覚えてないよ。まだストーリー上ではスピードスターとかも存在していないのか。そうかそうか。はー、ちょっと覚えてないですね。敵と戦う必要性はあまり感じられないわけで、まあガンガンねストーリーを進めていきたいと思います。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。ほい。お前たちは2号、あれ、 2B のことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。うん。 2B が伸びしてた。かわいいっす。クエストってさ、同じクエストなのかな。そういうこと？ちょっとクエスト見てみようか。進行中、完了済みのクエスト。多分もう一回やったやつだと思うんだけどな。武器屋のやつは。あ、夜羽舞台の人か。ん？この頭のかぶり物のこと？これは俗世間の不必要な情報を制限するために頭に装着している電磁波遮断装置なんだよ。嘘だけど。で、何か用？悩みでもあるの？これからどこ行けばいい？歩いていると右下にミニマップが表示されていると思う。その中のひし形がこれから行くべき目的地だ。まあ赤いマーカーを目指して進めばなんとかなるよ。で、何か用？悩みでもあるの？悩みはない。話せて楽しかったよ。またいつでも来てね。はーい。クエストがやっぱ同じクエストが湧いてるんだね。きっと。話しかけてみようか一応。ああ、あんたたちがヨルファ部隊か。聞いてるよ。うちでは武器を扱ってるんだ。どんな武器を扱っているんですか？基本的には過去の遺産である武器を整備し直している。ただ、今ちょっと道具が壊れててね。この道具箱に入っている整備デバイスさえ直れば、武器の整備販売が再開できるんだがな。これは相当壊れていますね。だろ？見ての通りデバイス修理みたいな繊細な作業は得意じゃなくてね。手助けする。おいおい、本当かよ。そりゃ助かるな。この整備デバイスは過負荷で内部がショートしています。ただ複雑な機械が4つほどあればなんとか直せると思います。この辺りで入手できる場所はありますか？ああ、それなら廃墟都市の中央付近でよく見かけるが、あの辺りは攻撃的な機械どもがうろうろしてるんだ。危なくて近寄れないね。
応この武器の依頼を受けないとここでの武器強化ができないからね。ふう、整備デバースが治らないことには商売上がったりだよ。あれ、アイテムってさ、持ってないの？大概のアイテムは持ってたからすぐ買い、終わっちゃうかと思ったんだけど、なかったんかーい。そうか、行くしかないか。こっちのクエストは特に受けなくてもいいんだが。アイテムの品揃え変わるのかな。お、新顔だな。新しいお客様大歓迎だ。へえ、レジスタンスの道具屋さんですか。ああ、廃品や露獲した敵機体を再利用して道具を使ってるんだ。何か買っていくかい。うん、変わらないね。じゃあ特にないか。こちらではプラグインチップは使ってないんですか。ああ、擬態を強化するチップか。今チップ関係は機材不調で休業中だ。修理資材があれば対応できるんだが。そうだ、もしお望みならあんたらで資材を調達してきてくれないか。足が悪くてね、もう少し自由に動けば自分で探しに行くんだが。だったらまずは自分の足を修理したらどうです。そうはいかない。まずは戦力になるやつを優先して修理しないと。あんたらが機械生命体どもを一掃したらゆっくり自分を修理するさ。だから頼む。了解。本人切るよ。じゃあ壊れたゼンマイに小さな歯車、壊れた回路を集めてきてくれ。ここのキャンプを出て左の方に行った広場の場所の敵から入手できるはずだ。それはあるな。すぐ終わろう。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスは夜ハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから文句を言わない。はーい。おお、資材を調達してくれてくれるんだな。ああ、ごめんごめん、ありがたい。これでプラグインチップを売ることができる。それで自分の足も直したら。資材は十分だと思うけど。ああ、うん、いや、何か他に修理できない理由が。壊れた左足はまだオリジナルパーツなんだ。長い戦争の間にこの体は何度も修理した。部品を乾燥して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 、最初から残ってるのはこの左足だけなんだ。これまで交換してしまったら自分が自分でなくなるような気がして。俺はまだ本当にお礼なのかな。ああ、しみったれた話をしてすまない。これからもしっかり仕入れるから、いつでも寄ってくれよな。クエスト報酬いただきました。一応覗いてみましょう。いらっしゃいませ。何か買っていくかい？レコード第2集とかいうのがある。ジュークボックスで追加の BGM が聞けるようになる。あ、これ買おうか。買いまーす。あとは特にはないかな。あとは高いもんね。よし、高いっていうのはプラグインチップのストレージ容量が大きいってことかな。またのお越しを。はいはい。ショップ。ここでは強化したいけど、まあ、それはまた別でね、放送じゃないや、動画外でやります。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。セーブしとこう。セーブで終わりにしよう。はい、では、お疲れ様です。